朝日駅は長野県長野市大浅南堀にある長野電鉄長野線の駅である。駅番号は N8。長野駅から東駅までは複線区間である。島式ホーム1面2線を有する地上駅。無人駅。駅舎は開業当時からのもので、校内踏切で上り線を渡って、ホームへ出る。長野方にポイントが存在した頃の朝日駅構内のハイセインズ。末期には、 関係信号機が撤去され使用できなくなっていた。2016年11月まで下り線から上り線への折り返し並びに特急列車の追い越しができる設備があり、それぞれの設備を活用したダイヤが存在した。2005年12月10日のダイヤ改正をもって、当駅で追い越しを行う特急列車の設定はなくなった。当駅で折り返す普通列車も2009年11月の 村山橋線路切り替えの際の臨時便を最後に運行されなくなった。その後関係機器が撤去されたため、ポイントが残っているのみとなっていたが、2018年12月現在、ポイントも撤去されている。駅東側の長野県道372号3歳、大津島中5所線上に、東北ぐるりん号の朝日駅停留所がある。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下記の通り。ABCDEFGHIJK シナの毎日新聞社出版部、長野県鉄道全域増法改訂版、シナの毎日新聞社、二千十一年七月二十四日、二百七十ページ。ISBN9 兆百四十七億八千四百七万六百四十七 ABC、二千二十一年七月一日より、本郷駅、霧原駅、 朝日駅は終日、小布施駅、湯田中駅は一部時間帯で駅員が不在となります。新たに、お客様サポートセンターを開設します。長野電鉄、オリジナルの2021年5月31日時点における、アーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 5 3 1 1 9 1 4 h t t p s w w w n a g a n e t c o j p ニュース、d o c s 2 a 2 a 8 3 d 9 7 f b c 5 7 0 b i t 80bit 49bit cb76d5a2a3cd0d99cpdf2021 年6月1日閲覧。長野市統計所各年度版による。ありがとうございます。